お、うん、これもまっすぐじゃない飛行機。あ、待って待って、曲がってない曲がってない。金で、あのスコアじゃない、こっち。スコアがいい。どうも、あたすです。今回ですけども、アマチュア志田動画でございます、はい、ヘッドスピード41と45のアマチュア2人がアマチュアのためにやる志田動画でございます、はい、今日なんですけども、4プラス札幌、はい、来ております、はい、トラックマン、ギアーズ、はい、GC クワッド3台、はい、でシャフトはなんと500本以上、はい、素晴らしい施設がね、はい、札幌にオープンしました、はい、今日なんですけども、高級シャフト、はい、あんま見たことない、俺知らなかったです。これはね、実は1回使ってたことあります本当に中古で買ったヘッドに、あのクラブについてた。そう、へー、それをあの時はね、実はね、まだゴルフ下手だったんで、うん、良さがね、あんまりこう、はいはいはい、分からなかったし、うん、こう伝えられなかったんだけど、うん、今回はね、もう知識になったんで知識だけはもう、はい、頭でっかちということで、はい、はい、2本打ち比べ、見てみたいと思います、はい、こちらです。はい、はい、ダイヤモンドスピーダーの 6S と 5S、はい、6S、5S、はい、光ってるね。すごいよね、そのスピーダー系の素材がいいんだよね。なんか90トンカーボン、うん、大体60トンとかねのカーボンだけど、はい、90トンのカーボン。そうなんだ、うん、本数が高ければ高いほどなんかいいカーボンを使ってる、はい、だからねじれがあんまない。うん、なんかトルクが少ない、うん、まあねじれ少ないっていうことなのかな、うん、はいはいはい、まあ、それを俺らが打つとどうなるか、どうなのか、はい、高いシャフトが果たしてアマチュアに合うのかという動画になるんでしょうか、はい、やっぱね、お金でなんとかできる可能性もありますから。そうだね、はい、そうだね、まあ、金で解決できれば、あの儲けもんだし、ね、金で解決できないといったら腕を磨くし、はい、そちらを飛距離は金で買えるって。ああ、そうだよね。ってことはこれ伸びるか、まあ、それは万人に受けするかわかんないですいいんじゃないですか。もうすぐ行きましたよ。お、237、スピンが1400、うん、キャリー211、いつも通りか。あ、なんか本当に癖ないか。でも振りやすい、ちょっと柔らかい。そして柔らかい、 5S で、うん、これいいんじゃない。なんか打点はね、安定してるよ。うん、ど、まっすぐ、はあ、らしさ出てきたな、アダス君。212、安定感、飛距離じゃない、これまさかあれじゃない、スコア変えるかもしれない。変わるかもね、打点が安定してる、うん、打点は安定してるわ。買うか、買うか、これ。お、うん、これもまっすぐじゃない、比較的。ちょいスペードだけど。まあまあまあいいでしょう。あら、あら、しかもなんか飛距離もなんか割と安定感が。この3つえ、しっかりだよ。これちょっとすごいかもしれない。安定感抜群じゃん。暴れない。あれ、ちょっとボールスピード遅いな。普段より遅いかもしれない。58.2、58。まあでも打ち出し角が普段よりいいよ、高いよ。確かに、ちょっと、うん、そこからだからスピンが、あ、でもスピンちゃんと最後の2つ出てるんだよ、うん、1200。ただ安定感がいいですよ、なんかね、ブレなかった。打点がいいんだろうね、うん、あら、まさかこれか、これか、一番高いシャフトなのかなんかね、特徴がわからん。逆に言えば癖がないってことでしょ。そう、ボワーンボワーンって、うんうん、ポヨーンって飛んでいく感じ。惜しいな。でもなんかね、その TPT 打った時みたいなねじれなさはそこまで感じない、うんうん、まあ、しなりはしっかり感じるけど、うん、変な、なんつうんだろう、うねりがないという、そんな感じなのかな、ね、はい、いやー、ちょっとじゃあ逆にこのシャフトなんかね、こう無な感じ、
柔らかくない？バンティッシュって言ったじゃん。バンティッシュなんかなんつうんだろう。スッスッって感じじゃないけど、なんかボワーンボワーンって。振り心地が良くない。そう、いや分かる。振り心地良くないでしょ。ボワーンか。なんか重くない？これもう。ただね、安定感。なんだこれ。だって安定してるのかな。なんだこれ。わかんない。ちょっと今だいぶ広がった気がするけど。なんかね、わかんないんだけどね、まっすぐ行くんで。なんか良さそうです。え？直線でしか飛ばない。そう。え、ちょっとやらせですかこれ。え？ただね、でも普段より飛んではいない。ちょっとスピンが入ってるね。あ、でも2500。なんだこれ。何してるの？本当？いや、しなるんだけど、たまに当たった時にこう動きしないよね。わかる。たまに当たった後負けない、うん、スムーズに、うん、これが90トンカーボンですよ。え、あれいい、何これ。これちょっと天ぷら。あ、でもない。結構ね、俺今上の方に開いて当たった気がしたんだ。え、何これ。え、やばくないこれ。これ俺ら2人6球しか打ってないからね。え、これ何ですかこのシャフト。これちょっと飛距離落ちるね。落ちる気がする。でも調子角はしっかり出てるな。でスピンもね、重心加わったところ多い方だよね。多い方だね。こんな出ないよね、重心加わった。高さもしっかりで、やっぱキャリーちょっと落ちる。キャリー落ちるね。うん、前への勢いっていうか、こう上への勢いが増える感じかな。見ちゃう？クラブ情報。クラブ情報見ますか。ミート率、え？軒並み 1.44 とかじゃん。ミート率見てよ。本当？おっす。1.44。これ 1.46 と出てる。大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。46、48ぐらいまで。ただ、さ、ヘッドスピード落ちてない？落ちてる。何これ？何なんこれ？次行ってみましょうか。なんかよくわかんないでしょ。ただ実践で使いたい。いや、このね、俺この昔使ってた時のよくわかんない感、今でも同じだった。え？はい、次 6S？ 6S。さっきよりちょっと重たいからね。あ、なんかちょっと硬くなったかな。バランスが減った感じする俺にしては。ロケ座とちょっと触れないかもしれないね。あれ、なんかいいんじゃない。あ、チョイスラ出た。あ、チョイスラだ。出だしまっすぐだったよね。あ、飛距離も落ちた。あ、触れてない。多分さらにヘッドスピード落ちたな、多分。そうだね、うん、だってあれで40だったもん。うん、わあ、こんな感じ。うん、ただこれね、この集まり方はいい、すごいいいよ。スコアになるよ、スコアに。実践的だよね、一番。うん、いい。あ、頑張っちゃったかな。いや、でもこんなに集まることないよ、なかなか。この動画で初めてこんな集まってない。え、なにこれ、なんなんこのシャフト。この3つ、うん、オールスピード落ちたね。どんどん落ちるね。まあ、でも58はさっきとあんま変わんないのか。ああ、打ち出しがやっぱナワダスにしてはあるんだよね。確かに。スピンもしまあまあちゃんと線とかもいかないね。ああ、フィークもまだす、まあ俺ぐらいだね。うん、キャリーはやっぱ落ちたかな。いや、落ちたね、落ちた。あと218あるでしょ、215もあるでしょ。逆に平均だと上がったんじゃない。なんですかね。なんかね、感動はないけど実践的かもしれないこれ、ね、なんかね、本当に打ってて何の手応えもないの、うん、なんか、おみたいなのとか一切ないの。ソフトが今ビリってなったぜみたいなのとかね、全然ないの、
いやだからこそいいんじゃない、これミスが少ないっていうか、これ今ミスないからね今。何これフェアウェイで面白くない、なんか感動がないんだもん。自己本いいでしょ、このアマチュアが本当は求めないといけない確かに、あそれ、うん、サムネさせていただく、本当に必要なあ、アマチュアが本当は使うべき、なんかモサッとしてる、モサッとしてんだよ、わかんないんだよ、なんかモサッこれもいいんじゃない？あ、ちょい捕まった。捕まった。ついにやった。やったね。それたんでしょ。ああ、モサッとしてる。今の良かった気がする。待って、ハテアのね、モサッとしてるっていうのがマジでわかる。わあ。ああ、いいね。モサ苦しいけど。ああ、飛んだ。ちょっと上目に当たったね、モサッとしてるってマジでわかるわマジでわかる、振りたくない、なんつうの、振りたくならないよね、うん、走んないしさ、バンキッシュだったらさ、もっと振りたくなる、そうそうそう、はい、いいとこ、すげえとこ、何このシャフト、わあ、245ぐらいいったかな、ちょっと来てんのかな欲出ちゃってる、いやでもね、欲が出づらいシャットなんだよこれ、もっさりしてるからね、もっさもさだもん、え、じゃあ3球かな、3球、60、1個ちょっと最初だけ引っ掛けたか、そうだね、うん、左63、60.9、62、うん、やっぱそんなにスピード出ないんだよ、スピード出てんだ、ただやっぱしっかりこの下四角が出てるっていうのがまず、そうだね、あれでも俺減った、スピンちょっと減ったね、あ、左で捕まったからかな、うん、でも高さもしっかり出てる、うん、26、33、さっきより若干キャリー伸びてる、多分重さで押してる感じになるのかな、うん、少しスピンも減ったし、だからヘッドスピードでギュインっていうよりは、うん、正確性で飛ばす感じ、うん、やっぱり40、あっても行かないもん、俺のさ、ミート率やばくない、待って、めっちゃヘッドスピード下がってる、めっちゃ落ちてるね、ちょっとハテアン、これで振ってみてくんない、がっつり、うん、まあ、マンブリまでいかなくても、この振りたい気持ちをね、なんか、ね、抑えてくれる、そうなんだよ、なんか、この方がいいぞって言ってくれてる感じがするよ、ね、クラブが語りかけてくるよね。おいしょ。これめっちゃ良かった。なんこれ。ちょっといいやでって感じ。話しかけてきた？あ、でもね、飛んでない。スピン増えてんじゃないか？ヘッドスピード出てないの？あ、スピン2900。ちょっと開きすぎ。あ、見取り率 1.5 だから出てると思うよ。あー、やっぱ45出てるんだ。うん。ちょっと開き気味？ちょっとね、これでこんなもんか、何このシャフト、よくわかんない、これさ、わかんないもんね、何これ、なんなんですかこれ、今振ってもいいやでって言ってくれた、振りたくなってきた、振ってもいいやで、あ、待って待って、曲がってない、曲がってない、曲がってないよ、これ金の力だった、これ、多分金で、あのスコアじゃない、こっち、スコアがあるかもしれない、金で飛距離じゃなくて金でスコア買う方だ、やっぱこれが少ない、90トン、うん、90トンカーボンのおかげ、ちょっと欲しかった、ちょっとなんかリアルな感じだね、これ、ちょっと実践投入してみたいね、そうだね、こんなもんとか、あんま止まないと困っちゃうからさ、面白かったわ、もっさり、いやこれはね、アマチュアが買うべきシャフトはこっちだよ、ああ、ということで、じゃあ参考になったなと思ったらいいねボタン、はい、打ってみたいなと思ったらいいねボタンですか、はい、お願いします。